激辛ジョニス、今日もみんなの虫に火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、今回も相変わらず福島にいるんですけれども、一応前回の動画で、コンドル軒のラーメンを食べてたんですけど、今日ですね一応午前中にコンドル軒、食べて、夜ですね、はい、朝食も激辛、夜も激辛料理ということで、今回はクリスパーマハル郡山店さんに来ております。こちらですね本場のインドカレーが食べれるところで今回参りました。結構ね激辛料理これラーメンが多いんでね、ちょっとたまにはカレーライス食べたいなと思って、ちょっとね近くにこの検索したらたまたまヒットしたので、ここに参りました。辛さレベルがなんとですね4段階か5段階ぐらいに分かれてて、一番上の、デンジャラスホットと言われる激辛カレーに挑戦していきたいかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。早速なんか入ってきたんですが、今回ですね、もうちょっと注文済ませたんですけれども、まあいろいろこうチキンカレー、キーマカレー、ベジタブルカレー、日替わりカレーとかいろいろなんですけど、今日はちょっと、健康に気をつけてベジタブル、はい、野菜カレーのこれ辛さレベルがあります、はい、1,2,3,4,5 5段階ですね。甘口から始まり、普通、辛口、激辛、大激辛に関してはデンジャラスホットと危険な辛さを感じますが、今回はこのデンジャラスホットに、挑戦していきたいかなと思います。デンジャラスホット、うおー大きい、何大きいね。いただきます。さあクリスパマハルさんのベジタブル野菜カレーデンジャラスホット、楽しみですね。真上からこんにちは。非常に香ばしい香りがします。じゃあちょっとまずスープから、スープじゃない、これルーからいってみましょうか。うわあこれはちょっと濃厚そうだな。うわあすごい、うわあ来た、うわあ、うん、非常に香ばしい香りがする。うん、あれデンジャラス、ああいけるね。口触りはこうピリッとした辛さを感じますけれども、このカレー本来のこの野菜やら、肉などのこの旨味がこう染み渡る、感じる、それぐらいの辛さですね。非常にこう旨辛程度の辛さです。そして見てください、このナン、もう顔が隠れるほどのこのナンですけども、ね、うーん、バターが効いてて美味しいです。香ばしいって甘いね、これ美味しいわ。デンジャースカレー、うん、美味しい、これはいける。激辛メニューだとやっぱこうラーメン系が多いですけども、このベジタブルカレーは何ですかね、このラーメンのスープでこう飲み干すとちょっと罪悪感も感じますけども、いやこれはこう野菜がたっぷりなので、いや激辛料理を楽しみつつ健康にもいいと、うん、まさに一石二鳥のメニューです。厨房からペチ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 音が聞こえてくるんですけども、これはこうナンをよくこうこねて、
この釜で焼き上げてるんですけど、もちもちで美味しいですね。入ってる具材はグリーンピース、コーン、じゃがいもに、いろいろなんかインゲンとか、もう10種類ぐらい入ってますよ、この野菜。代謝が良くなったと感じられるぐらいのホットな感じがします。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレーブの発表していきましょう。クリスパマハル郡山店さんのベジタブル野菜カレー、デンジャラスホット辛さレーブ、じゃん、辛さレーブ4でーす。4です。はい、まあ名前はね、こうデンジャラスホットという名称がついておりますけども、まあそこまでこう辛み、激しい辛みを感じることなくですね、カレールーの野菜やら、具材から溢れ出る本来の旨味を感じれる、さらにちょっとピリッとしたこう辛みが非常に心地いい、一品ではないかなと思います。体もね、こう内側からこうスパイス、カレーの様々なスパイスによってこう体の内側からこう温まれるような、そんなメニューかなと思います。はい、まあこれだったらまあ、ね、今日朝に激辛ラーメン食べましたけども、これだったら、ね、よくこう朝カレーとかがありますけど、これぐらいの辛さだったらね、目覚めの一発にこれ食べたらちょっと寝起きにいいんじゃないかなと思います。というわけで最後までご視聴いただいてありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter 動画、あと激辛ブログも更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。